え皆さん、こんばんは。あなたの一歩ラジオ。これが私のターニングポイントの時間でございます。えー、時刻は日曜日の19時を回りました。主制クラブ。昼の沖縄会場公認。あなたの一歩ラジオ。これが私のターニングポイント。ね。今から始まっていこうと思います。 この番組はですね、毎週素敵なゲストをお迎えし、そして現在成功している方でも、様々な困難があり、タイミングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいかということをお聞きして、リスナーのあなたの一歩のきっかけにしていただきたいと、そんな思いからですね、お届けさせていただいてます。MC は、株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。皆さんどうも、どうぞよろしくお願いします。 さあ、この番組はですね、各社様のご協賛によりお届けさせていただいております。えー、途中の CM をお聴きください。なお、ご協賛も受け付けておりますので、よろしくお願いします。この番組はですね、沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾さん、宜野湾ヒルズ通りにあるね、FM 宜野湾さんより20時まで放送させていただきますので、ぜひ皆さん、最後までお付き合いください。さあ、 ええと、私のね、YouTube のチャンネル、えっと、あなたの一歩ラジオっていう YouTube チャンネルとか、FM 議湾さんの YouTube チャンネルの方からも、えっ、ー、と、アーカイブとして見ることが実際できますので、ぜひそちらの方からでもご覧ください。ご聴きくださいね。そこにはですね、動画も実際載ってますので、あのね、どんな顔してらっしゃるんだろうとかっていうようなこと思っていただければなと思っております。さあ、ということで、私がなかなかと話をしてもあれなので、えっ、ー、と、今日のゲストさんをですね、えっ、ー、と、お迎え、ご紹介させていただこうと思っております。さあ、 株式会社幸福の福本幸平さんです。ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、幸平ちゃんね、見るからに沖縄県のね、人っぽいような、えー、入れ立ちではございますけど、早速幸平、はい、ちゃんにね、えっと、インタビューしていこうと思いますけど、まあ、幸平ちゃんとね、インタビューしていこうっていう前に、あのー、お会いしたの多分1年半ぐらい前なんですよね。うん、そんなぐらいしか経ってないんですね。そうなんですよ。 はい、で、僕が沖縄に来るときに、あの、BNI っていうね、あの、異業種交流会に入りたいなと思って、どなたか紹介してくださいって言ってご紹介いただいたのは浩平ちゃんなんですけど、まあ、それからあのー、オンラインで、まあ、BNI は何回か参加させてもらったんですけど、まあ、それよりもリアルでお会いしたのは、あのー、あれですね、あのー、ある方、僕のね、修正クラブをご紹介いただいた、あのー、一木さんがこっちに来ると、というふうなことで僕は修正クラブに入るときにね、 えっと、ご紹介いただいて、そこで、あ、こうへいちゃんと面白いな、みたいな、そんなところが出会いが一番 <laughs> でございました。はい、そんなところでね、えーはい、結果その出世クラブにもじゃなかった、BNI にも、まあ僕は入ることがなく、あの、だったんですけど、まあそこから彼がやってる居酒屋さんであったりとかっていうのは、言いかさせてもらったりとか、うん、のね、あの、めちゃくちゃ美味しいウイスキー、ね、あそこ、ね、よかったくないですかあの、あそこ議論あるんですよ。 ああそうですねあの。連れてっていただいた。ね、はいはい。もうめちゃくちゃ。あれから行ってないんですよ。へえー、今度行きましょうっていう行きましょう詐欺なんでしょそうなんですよ。多分ね。過去何度されたか。<laughs> 全然誘わ,誘わない。<laughs> はい、すいません。た <laughs> だ、そんなごめんなさい。あの、福本浩平さんなんですけども、浩、ま、平、あ、ちゃん今、沖縄どう見てもって言いましたけど、浩平さんは沖縄の方なんですかいえ、違いますね。もともと移住して9年になりますね。あ、なるほど。 えっと、福島で生まれ育ったえ、生まれだけは大阪府ですね、はい。あ、なるほど。大阪のどちらですかはい。森口市って言って、まあ、京阪沿線沿いの、はい,はい、はい。近くですね。あ達吉の出身地ですね。達吉祥一郎の。あ、そうなんですかそうだよ。森口で私。え <laughs> まあ、やんちゃな方がね、僕も本当多かったですよ。昔あ、そうですよね。そうですよね。はい、<laughs> まあまあ、はい、そんなところから福島に行かれて、 福島県はえ、どこでしたっけ郡山市ですね。これど真ん中。はい。あ、ど真ん中なんだ。一応福島県内ではそうですね。もうど真ん中のエリアになりますね。で、郡山市で、その、いつまでですか、高校まで行かれた感じですか高校卒業まで福島県の方で、大学からは県外に出てるんですね。あ、なるほど。大学からは、どこ、はい、どちら行かれるんですか、大学は。 大学は静岡県の日大ですね。まあ、昨今話題の。はい、話題の、ね、日本大学のほうへ。はい。なるほど。やんちゃな感じだったんですかそちらでも。いえ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 、うん、もうね、ちゃんと現役で卒業しましたし。<laughs> よかった、よかった。はい、よかった。<laughs> ダメですよ。あんなよくわかんないやつやってちゃうね。そうですね。本当に。はい、けしからんなと思いながら。<laughs> まあまあ、そんなんで日大こう出られて、まあ、まあ、一っとお聞きするとですよ。結構その、 うーんなんか問題があるような幼少期じゃなくなんか順風満帆に育ったような感じですしなんか元気な快活な子だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうだったんですかいやそんなこともなくて、まあ、実際福島に行った時、まあ、小学校2年生の時にね転校してるんですけどうん、うん、転校する前までは本当、まあ、病弱でしたし、うん、幼稚園もねあのそれこそ。 あのまあ、いじめられたじゃない、まあ、本当にね、あの世代なので、いじめとかっていうよりは、小競り合いに近いんでしょうけど、それでもう行か、行きたくないってなって、うん、母親の後ろに乗っけられて、自転車で30分こいで連れてかれたりと、すげえ、はい。結構、器用で病弱でしたね、小学校1年までは。あいやね、この、本当申し訳ないんですけど、どう見ても、このねあの、おいくつに見えますか、皆さん。 <laughs> 見えないですね、今ラジオだから、今ラジオだから見えないんですよね。浩平ちゃん、今おいくつなんですかえっと、今、37ですね、38の年になります。十八ね、はい、なるということで、なんと僕と一回りちょい違うっていうね、そうですね。こんな感じに見えないんだよね、小平ちゃんって。そう なんかいろいろこう、でもやっぱりそのね、そんな感じに見えないっていうのは、多分いろんな経験をしてらっしゃるからだなぁと思って、事前にいろいろお話をお聞きすると、まあやっぱりいろんなこう経験してるので、まあどしっとしてるというか、あの、あんま焦りがないというか、なんかそんな感じですごいこう見えるなと思うんですけども、あの、まあ病弱でしたと、っていうところから、はい、でもまあ、えっとね、えっと中学、まあ高校、大学行かれてなんですけど、大学は日大、 の大学って、何学部だったんですか、はい。あの、多分あまりご存じない方も多いと思いますが。国際関係学部で,ですね。 何をやるのかよくわからない。<laughs> 国際の関係を作る学部なのそれは。そうです。<laughs> 直訳すると。わ <laughs> <laughs> かんないえ。でも、国際関係学部って、だからその、二2 18歳の時だから、今から20年前ってことでしょそうですね。はい。ってことは2004年ぐらい、日韓のワールドカップ終わってちょいぐらい。そうですね。そのぐらいです。そっかそっか。Windows が出て10年ぐらい経ってるって感じか。あ、そうですね。 うんうん、これからその関係を、うん、国際、これからやっぱ海外だと思って、その国際関係学部に行ったんですかやっぱりその、まあ、正直興味あったというか、まあ高校生の時に、あの、まあ英語にすごい、まあ、興味が湧いて、うんうん、で、まあ英語関係の、 あの学校とかっていうのも選択肢としてかなり高かったんですけど、やっぱなかなかその、まあ、進路を決める上で、うん、ま本当にその英語だけなのかっていうのを担任の先生とかとも相談して、で日本大学にはあの、ね、文学部っていうところがあるので、まあ、そこの英語学科とかも検討したんですけど、ちょっとだけですよ、ちょっとだけ偏差値が足りなかったので、なるほどそれでまあ、はい、そうしたらまあこういう学部があるよということで、 まあ広くね、深く、いやいや広く浅くというか、いろんなものがこの学べる学部だよってことで、まあそれで興味があって入ったっていうところですね。でも、偏差値が足らなくてっていう、僕、レベルじゃなかったからね。行けるとこなかったもん、俺、大学。<laughs> そうなんですかいや、行けるとこなかった <laughs> このヤンキー以降は、ヤンキー学校、ヤンキー大学ね。昔、あの、大阪の南の方に、あの、 ある大学があって、オスカラテブっていう、なんか、そんな漫画があったんですよ。<ー>それも、その、モデルになったクソヤンキー大学みたいな。はいはいはい。そこですら落ちたからね。<laughs> そこですら落ちたから、だからなんか、ちょっと偏差値が足らなくてレベルなんかもうよくわかんない。もうなんか、もうハイクラス、俺からするとすごくこう。 ええー。こんな感じだったんですけど、っていうことはやっぱり勉強も、まあ言葉あるけど、そこそこって言ったらあれかもしれないけど、でも中の上ぐらいだったりとか、いろいろ選べるような感じで勉強もしてたんでしょそうですね。意外としておりました。はい、ね。そうなんですよ。意外となんか探求心強いんだよね。<laughs> いろいろ調べるよね。<laughs> はい。そうそう。何もか結構なんだかんだ言ってたですね。 そう豪快な感じでわーってありそうな感じに見えて、実は結構繊細でいろんなことを調べたりとかってするような、はい、そんなね、熊田幸平ちゃんなんですけど、さあ、国際関係学部に行かれて、ね、えっ、ー、と、中小企業論とか、スペイン語もとかも学ぶとか学べるようなところ、場所だったとかと思ってしたんですけど、はい、さあ行って、あのー、大学に入られて、 だからどんな国際,国際関係学部で何を学んだのかもどうか分かりませんけどどんな大学生活を過ごした感じなんですか、はい、まあでもそうですね気になる授業はあの積極的に受けましたけど、まあ、やはりどちらかというとザ・大学生の大学ライフを満喫していましたねーうーんなんとなく学校行ってなんとなく遊んでみたいなまあそうですねまあ友達とかと、まあ、それこそ ね、鉄屋でマージャンしたり、鉄マーって言われてるものをしたりだとか、はいはい、あとはもうね、バイトして、そのためたお金で旅行行ったりとか、なんなら、そのね、パチンコをスロットしたりとか、キャンプ行ったりとか、割と、もうザー大学生みたいな生活を、<laughs> <んか S 2> はい、送ってましたね。幸せそうですね。なんかその話聞くと。<laughs> <laughs> そうそう。いや、それで、でもあの、あれでしょ。海外にやっぱ行きたいって話のところから、海外にも行かれたんでしょ 海外はそうですね、ある程度、そのバイトでお金が少したまった段階で、なんで、20歳ぐらいの頃ですかね。はい、えじゃあ、それ大学中,大学中在学中に。在学中に。ああ、なるほど。え、どこ行ったのもうやっぱりあの当時、ユーロがすごい高かったので、本当はやっぱヨーロッパとかね、行ってみたかったんですけど、なんせお金がないので、基本やっぱ東南アジアが中心いはで。 なんか安くど、まあうん、どうぞどうぞどうぞああタイとか、まあ、ベトナム、フィリピン、カンボジアとか、インドとか。<ー>はい、結構ディープよね。ねそうですね、当時はめちゃめちゃディープでしたね。今はもうね、だいぶすごい綺麗になってきてますけど。うううんうん、うんいやだと思いますよ。タイってね、まあ日本がまだちょっと強い時代だったじゃないですか、強い国。はい、まあ、高い国じゃないかもしれないけどね。 はい。っていくのは日本だったり。まあ、失われた30年なんで、20年前って言ったら、まだね、まだなんかバブルが終わって、うーん、みたいな感じになっているところで、ここからどうするんですかっていうのがタイミングだったんじゃないかなと思うんで、はい、だったんですけど、まあ、タイに行かれて、まあ、この、えー、いろんな各国に行かれたことによって、なんかそこで一つターニングポイントがあったってお聞きしてるんですけど、はい。のまあ、タイ、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インド、インドネシア、行った中で、 どこが一番、なんか、なんか考えさせられたとか、ターニングポイントになったとか、どんな感じだったんですかターニングポイントになったのは、やっぱタイとカンボジアですね。おおまずタイに行ったんでしょ一番最初は、はい、タイです、行ったのは。タイ、タイに、もうどこにこう、なんか、なんか刺さるというか、ターニングポイントがあったというか。 そうですね、まあ本当、いろんな各所で、まあ、一番最初、なんならあのコンビニでぼったくられそうになったんですよ、<laughs> ついてすぐ。すげーなで。やっぱその感覚ないじゃないですか、日本で、コンビニでね、うん、その店員がぼったくってくるっていうが店員が。店店店員です店員員がが面白い。<laughs> そ,うそれでまず衝撃だったっていうのもありましたし、で、タイはまあいろいろ、そのアユタヤとかも行ったりとかしたんですけど、うん、あのー、一番やっぱ衝撃だったのが、まあ、あの、ニューハーフというかね、向こう、それがすごい盛んというか、ショータイムとかもあったりするので、あれでやっぱ、まあ、今の言葉で言うといわゆるジェンダーレスというか、ああなるほど、まあ、なんかね、生き生きしていたというかですね、<あ>そのニューハーフの方たちが。 日本って、まあ、今ね、だいぶ変わりましたけど、当時はなんかやっぱちょっと引け目というか、うん、基本的にはやっぱ公表しないというか、うん、っていうのがまあ当たり前だったのもあると思うんですけど、全然そんなこと、もう堂々となんならその格好のまま道歩いてますし。うーん<か>なるほど。それによって、何を感じたんですかまあやっぱそのの日本とのお 大きな違い、まあ、文化の違いっていうのもそうですし、やっぱなんかそこら辺で、その、うん、なんでしょうね、引け目っていう表現はたぶん正しくないんですけど、日本だとやっぱどうしても、ちょっと言いにくいようなこととか、そういった方たちが生き生きとしてるっていうのを見て、なんか自由さを感じたっていうんですかね。あなるほど。はい、その、っていうことは、そ,のに、まあ、それまで自由不自由だったっていう感覚はあったんですか、日本にいるとき。 ちょっとありました、正直。あのー、あんまりこの僕、まあなんでしょう、日本式と言っていいのかあれですけど、教育があんまりやっぱ好きじゃなくてですね、昔から。なんかこの横並びというかね、前習い主義というか、なんかみんなでこう、一緒になんかやっていく感じというか、それよりはなんか、まあ当時からそのアメリカとかのやつ、テレビ番組とかでしたけど、見てて、はい、向こうはね、どちらかというと、受動的というか、能動的な、 そういう、はい、教育をやっていたりっていうのもあった、うん、なんかそういったのの方が、なんか憧れるというか、興味あったので、そ,うそれをやっぱすごい感じ,も感じてましたね、日本は特に。うんまあ全然それ以外は、もういい国だなと思いながら過ごしてきましたけど。うん、まあ確かに確かに。僕もだって、オーストラリアに行ったとき、ニュージーランドかな、19歳のときに行ったときに、日本、狭ちっちゃっと思いましたよね、なんか、いろんなことが。うん なんかやっぱ海外ってまあオープンで、ね、うん、なんか自由、それこそあの、自己まあ主張、主体性発揮するっていうか、主体性を促すっていうようなことだったりとか、うん、尊重するっていうことが多かったですけど、はい、まあ日本ってやっぱそうじゃなかったしね。うん。そんなところが、僕も実際感じたところがあったのを、まあいきなりタイに行ってね、感じたと。っていうのがまず一発目と。はい いうことそうですね。なるほど。さあさあさあ,、まあ、まず前半戦としてはさらっとお話をお聞きしたんですけど、まあお聞きして今ね、タイに行ってこうだったんだよっていうところから、えっ、ー、と、一旦 CM に入っていただいてですねで、そして中盤戦は他の国であったりとか、まあどんなこと、さっきカンボジアにすごい共感を得たんで、いろいろなんかセンセーションなことがあったって話もあったんで、うん、そんなこともお聞きしたいと思っております。はい。また前半戦ありがとうございます。では皆さん、はい、ありがとうぞどうぞ。 なななかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方北京道へ是非ご相談くださいめめ痛いけど超キック ファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索働いても働いても時間が足りないあなたへその悩み時間を失う悪習慣が原因かもしれません「ハートブリッジ桜井」です 私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。れれさいアクティングコーポレートソング、スポットライト、バイ、<by S 2> ローカルコネクト。 眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウ、クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは泣き人眠り草本舗で検索 さあ、えー、CM 皆さんご覧いただきました。ありがとうございます。さあ、中盤戦に入っても、い、ろ行こうと思いますけども、まあ、本日のゲストはですね、株式会社、幸福の福本浩平さんなんです。えー、ただ、僕ね、これちょっと事前にお聞きしてなかったですよ。浩平さん、今、どんなことやってらっしゃるんですか、はい、<laughs> すいません。<laughs> いえいえ。<laughs> はい、えっと、沖縄県の方にも会社がありまして、えー なんでしょう衛生用品と、はい、まあ防災用品でいう中でちょっと堅苦しいですけど、そういった商材をあの主に販売をしておりますなるほど。あはい、じゃあ、衛生防災とかね、えー、って蓄電池とかもですよねそうですね、蓄電池、まあ、持ち運べる蓄電池だったりだとか、まあと次世代除菌消臭液っわれわれは言ってますけど、まあそういったはい、まあ、除菌も消臭もできるような、えー、液材というか、まあ、そういったものの販売ですね。なるほど なるほど。まあまあ、そんなお仕事になぜ繋がっていってるのかっていうのをね、またこれから中盤後半でお聞きしていきたいなと思うんですけども、はい、はい、えっ、ー、と、まあ前半の最後にタイに行きましたと。で、えっ、ー、と、はい、文化が違うところだったり、センセーションがありましたっていうことなんですけど、タイの後どこ行ったんですかタイの後はベトナムフィリピンですね。どうでしたベトナムフィリピン。 まあ、ベトナムは正直、なんでしょう、いい国でしたっていうはい、はい、感じですね。はい、あの、どちらかというと、なんかまあ、楽しめたなーっていうイメージで,、うん、で。フィリピンは逆に治安が悪すぎて、<う>まあ、ちょっと怖かった、怖い思いも若干したりとかっていうのは。えー、どんなんですか、怖い思いって。あの、そんなに別にね、ダウンタウンというか、その、 外れに止まってたわけじゃないんですけど、あの、普通に銃声が聞こえてですね。<laughs> あのね、やっぱ海外の,あのパトカーってけたたましい音がするので、おい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 と思いながら。<laughs> あなるほど。ベッドがあるのに。うん、のベッドがあるのに、はいはい。冗談っていうんですか弾がね、万が一、この、跳ね返って当たったら怖いので、ベッドあるのに床で寝るっていうですね、謎の <laughs> <ー>。<laughs> はい あなるほど。ベッドがあって、この窓からバーンってなって、もしそれで流れ弾に当たって死んじゃ、あ,のあれになったりしたらっていうことですかそう、怖かったので、できるだけ本当あのベッドのこの隙間というかですね、<laughs> ベッドにくっついて床で寝るっていうですね。へえー。え、一人で行ったの一人で、はい。え、それ単位も一人単位も一人ですねあの。すごいね、いきなり一人で行けるって。英語喋れたんですか全然、まあ、全然でもないですけど、 はい、まあでもそんな,なんか、ね、流暢にしゃべれるわけではもちろんなかったので、もうあのね、今アプリとかあるからいいですけど、あの当時は本当辞書とか電子辞書持ってって <laughs> やりました、ね、発音が違ったりね。はい、うなるほどえ、そんなんでフィリピンは銃声聞こえる怖いと。っていうのにもかかわらず、また今度また東南アジア、カンボジアに行くと。はいそうですねカンボジアね、ねさっき言われたみたいに、カンボジアはまた。 さターニングポイントって文化が違う話だったんですけど、カンボジアどんな,な、何にこうなんかだったんですか、先週シュを受けたみたいカンボジアやっぱそうですね、当時はまだ全然このまあ、貧しい国だったっていうのもあって、もうあのー、ねよくあの地雷とかね、ご存知の方もいるかもしれないですけど、本当にあの、なんでしょう、国道1号線みたいなね、大きい道路。うんうん、そこから 本当に、まあ、ちょっと脇道に入ると、もう、デンジャーっていうあの、黄色いドクロのマークのテープが、うわーって貼ってあってあ<の>で、こっから先はもう地雷ゾーンですよっていうぐらい、もう本当にすぐ、ちょっと行ったら地雷ゾーンなんですようで。それにもやっぱ衝撃でしたし、で、やっぱその、まあ、いわゆる物乞いの方というか、うん、まあね、そういった方々もいて、あの、路上でこの演奏とかしてチップくれみたいなようなことも、方もいたんですけど、 大体の方がやっぱ手がなかったり足がなかったりとか、うんうん、まあいわゆるその地雷で、ね、うんうん、あの、そ、そこはなくなってしまったっていうような方たちっていう、まあそれもやっぱ衝撃でしたね。うん。だって手がない足がないって言ってね、その表現がね、いろいろいいかどうかちょっと申し訳ないですけど、はい。っていうことが、えー、っと、目の前にいてるんでしょはい。うわあそれはだって、ね、日本でのんきに暮らしてる人からすると、 もちろんね、同級生とかでその足がないということかもいたんですけど、うん、まあどちらかというと、何でしょう、その普通の生活をしているというか、そこのね、ハンディキャップを背負いながらも、普通にしているっていうのはあるんですけど、なんかそのね、それこそ地べたで、まあ、物乞いのような形で、うんうん、そ,それでもまあ演奏して、ちょっとチップみたいなようなっていうのは、やっぱ日本ではまずありえないだろうなと思いながら。うんうん しかもなんかあるでしょなんか絵はがきをてあ、そうです、そうです。そうですね。その後も、まあいろいろ回ってた中で、うん、その、ぶわーってこの、本当ちっちゃい、多分小学校とかぐらいですかね、うん、の子たちに、本当、うん、と20人ぐらいに囲まれて、うんな。なんだなんだなんだと思ったらですね、みんなあの絵はがきを持ってて、1ドル、1ドルって、うん、ちゃんと1ドルって言えるんですよ。うーん。ワンダーラーとかじゃなくて。 1>, 1ドル1ドルってあ、日本人向けにね、はい、なるほど当時は、まあ、100円ぐらいだったので、ね、それですけど、やっぱその子供たちがこの100円っていう価値に対して、これだけ必死なんだなっていうところも、まあそうですね、やっぱ日本ではちょっと考えられなかったなっていうのは、あ、はい、って、これもすごいだから衝撃でしたね。 うんはいそれ一人二人だったらね、まだあれなんですけど、うん、本当にうわーって、この、私から買ってじゃないですけど、はい,は,いは,いはい。<laughs> なるほど。いやー、まあそれ、でもそれは衝撃受けるわ。そうですね。こんな中に次にまたインド行ったんでしょこれがまた。そうですね、インドはい。<laughs> インドはね、僕も去年行きましたけど、はい。えー、あの、インドのでもガンジスが行ったんでしょ 何ですかはい来ました、行きたいな、行きたかったわ。<laughs> どう行きたいもう一回。もういいですかなんか今はいいって聞きますけど、昔に比べると、もう本当にとてつもない、嗅いだことのない匂いだったので。あどんな、どんな、どんな匂いいや、なんていうんですかね、本当、のフランシューというか、<laughs> マジか。なんですかね、<や>もう下水というかなんというか。 打ううってくる、あれですね。臭いとかじゃ、そんなレベルじゃなくて。ああ、なるほど。うわ、もう逃げたい、<う>この場所からね。そうです。うって、この思わず。ああ<ー>、う,うわうわうわ。ご飯食べてる人すいません。<laughs> すいません。<laughs> なるほど。そうですね。すご飯時ですからね。<laughs> う,んうん。<laughs> そんなね、ことを、その、まあ、経験されて。経験されて、まあね、その態度がいろいろ経験されて、あの、一番その、わって衝撃を受けたのは、まあ、 やっぱその日本っていう国自体が、まあやっぱその、まあ安全ですし、やっぱそのね、まあ、いわゆる生活保護というか、まあその最低限な暮らしっていうのは、まあ、できる場合が、ケースが多いっていうところとかも考えると、うん、もちろんね、絵はがきをそんな売ったこともないっていうのもありますし。 やっぱそういうのはすごいカルチャーショックは受けましたね。本当に日本っていい国なんだなっていうのは。はい。さあ、カルチャーショックを受けて、ね、二十歳から22歳ぐらいのその彼が帰りました、日本に。さあ日本に帰って、はい、で、さあ、就職っていうようなことにこう実際になっていくと思うんですけど、はい、就職は、やっぱあれですか、海外勤務できるような会社に入ったんですよね。多分、そんぐらいな。<laughs> そうですね。 はいもちろんね、ちゃんと受けましたよ。はい。あの、水を、まあ、浄水するような機械を作ってる会社とかですね、便器関係のその海外のやってる会社とか、はい。ちゃんと内定もいただいて。素晴らしい。はい。やっぱりね、国際関係学科だから、国際と環境を結ぼうとうう。そうですね。そんな熱い思いを、はい、受けて、ご入社された会社はどちらですか、えー株。株式会社うな <laughs> <laughs> パチンコを作ってる会社でございますが、ねはい、何に惹 <laughs> かれたんですかやっぱそうですね、まあ、いろいろ就活していて、まあ、友達とかの話を聞いたりとか、うんまあ、当時ね、やっぱりその銀行とか商社とか、うんまあ、いわゆる上場企業っていうのは、もうみんながやっぱ目指していたことだったので、その産強という会社が一部上場で、まあ、かつ無借金でっていう会社だったので、うんうん、でもちろんその大学中に。 あのスロットやったりパチュンコやったりってこともしていたので、うん,うん,うん、あん面白そうだなと。<laughs> で、会社もね安定と安く定まる、安, <laughs> 安く定まるですけども、安定と、はい、いうのもあったので、うん、こっちかな、断定で。こっちかなって、<laughs> いや、分かりますよ <laughs>。当時、だってそれこそ終身雇用もそうだったし、退職金も、ね、上場企業だったらもちろんあるし。はい で、えっと、もあ僕らグッといるっていうのはベンチャーだったんで、退職金はないよ、はい、ほぼと。だただ毎月の給料っていうのがやっぱり高いし、やったらやった分だけあるよっていう、なんか、うん、ね、あの、まだ終身雇用はある時代でしたからね、正直言う。そうですね、はいうん。退職金もしっかりあって、で、まあ60ぐらいで退職して、そして65でね、昔の方っていうのは、ね、人生を全うされて、で、その分の、えー、お金をの残してうぬとか。 うん、定年退職した後の5年間もしっかり楽しんで、グッバイするみたいなね。そんな感じだったと思いますけど、ね、まあその変わり目のところで、うん、いや、やっぱりね、一部上場無借金大事だわ、と思われた福本幸平さんだったんですけど、何年で辞められたんですか、会社。5年ちょうど、ちょうど丸5年ですね。なるほど。それはあれですか、はい、つまんなくて辞めたんですか いや、仕事は正直楽しかったです。あの、企画家っていうね、まあ中身を作るお仕事だったので、まあそれこそゼロから企画書を立てて、うんうん、役員プレゼンしてっていうような。はい。で、やっぱそのアニメとかね、そういう何かしらコンテンツというのがだいたい紐づくので、うん、まあなんかね、そういう声優さんとか、まあ歌手の方とかにお会いしたりとか、ということもあったので、うんうん、やっぱ正直仕事自体は楽しかったですね。 なるほど。いやまあ、でも、ね、あのパチンコで皆さんがやってるやつのルパンとかうんぬんとか観音とかの中の企画をして考えそうですねっ、はい、めっちゃ楽しそうじゃん,、うん。そうですね。結構やっぱ、まあ、やってることは意外と泥臭いんですけど、うん、まあでも形になっていくっていう上では、実は2年ぐらいかかるんですよ、パチンコ大体。<あ>今もっとかもしれないです。はあ、い、じゃあ企画ねって、こんなんがいいんじゃないよって言って、そうです、ね、なんか5、6個ぐらいこう実際出して、そんなからこれ選ぼうみたいな。 そうですねああ、なるほど、さあ、そんなね5年で上場企業ね、ね一部上場で無借金の会社で安定安心の会社なんですけど、まあ、5年で辞められたと、5年で辞めるきっかけになったのは何なんですかきっかけはですね、まもともと東京っていう場所が、うん、まあやっぱり田舎者なので、うん、まあ向いてないなーっていうのは正直。 まあ日々感じていたというところですね。うん、はいでそれをまあ感じながらもその最終的なまあきっかけってなったのはやっぱ震災ですね。あのー、東日本大震災。はいの時に東京にいたということでしょ東京にいました、はいあの当時は。いやでもさ、言葉本当もなんかあのあまりねあれかもしれないけど、福島になっ くてよかったんじゃないのどうだったまあそうですね。はい。まあそれはまあ友人も含めてね、あのまあ郡山って真ん中なので、うん、まあ津波とかもなく、その人的な被害はなかったんですけど、うん、はい。まあでもね、なるほど。で、そのまあ一つ目行きましょうか、辞めるきっかけになった、その体調とか、ね、その田舎者がうんぬんって話でしたけど、はい、どうだう、<laughs> 東京に来て、ストレスの は、まあ、け口とか、まあ人ばっかりいっぱいいるじゃないですか。はい、そうですね。で通勤、こう、なんか電車も満員で、れも。はい、今日は嫌だわ、なんかこんなんでしょう。ね、いや、もうそうですカバンが浮きますもん。えー、えー、マジで。もうん、落ちないです、かバン人の圧力で <laughs> あ。なるほど、そういうことね。あ、そっかそっか。やっぱ僕も冤罪対策で、もうカバンはどうせね、陣圧で動かないで、<laughs> 冤罪対策で両手、ついておうって。はい。 そうそう。いや、だからもう、あのなんかさ、あの、東京の方がね、ご覧になったら申し訳ないですけど、あれはっていうので、僕もやっぱ山口の人間なんで田舎もんですから、やっぱなんか大都会ってね、大阪も僕は出て行きましたけど、大都会ってちょっとなんか、息抜けなさそうだもんね。そうですね。まあやっぱね、まあ僕、今沖縄なので、まあちょっとね、それこそ海行ってみようとか、福島だったら、うん、まあ裏山って言われてるような、ね、<laughs> ちょっとそういうところもあったりしたので、 やっぱほっと一息つける場所ってのは、なかなかないですね。どこ行っても人がいるので。うん、そうよね。はあ、それの中で、えっ、ー、と、まあ、東京にいるとね、安心安全だし、かもでかい会社にいて、って、はい、思ってた矢先に、東日本大震災と。そうですね。うん、はいで。それでどう感じたんですかまあ今、備蓄とかうぬぬの仕事してらっしゃいますけど。はいはい。どうだったんですか震災が起きたとき。 うーもう正直100、100%外食の生活をしてたので、はいはい、まあ備蓄なんて頭全くないですし、それで、まあ、実際震災が起きて、まあ、幸いその会社から、まあ、徒歩1時間ぐらいで帰れる距離だったので、まあ、すぐその日中に家には着いたんですけど、うんうん、もちろんその周りのコンビニ、スーパーとかっていうのもすっからかんで、 はい,はいはいはい。はいかつ停電していたので、真っ暗でですね。はあ、不安だよね。そうです、かなり不安でしたね。で、実際やっぱその家に何があるかなと思って見たときに、あの袋麺っていうんですかね。うん、あれが2つしかなくて <laughs>。カップラ、カップラね。カップラ麺みたいな。<laughs> はい。あ、袋麺、<れ>袋麺か。はいはいはい、袋いです、袋麺が。はい、で、幸いまあガスコンロは持ってたので、まあ、それで。 やったんですけど、あの、本当に人生で初めて、袋麺を半分に折って <laughs> 食べる、2 1回に分けて食べたりとか、はい。四毛目みたいになってね、こう、半分で食べたりとはあ、そうなんだ。じゃあ、そんな中で東日本をこう経験されて、で、うん、まあ、やめるきっかけになったそうですけど、何でも、まあ、震災があった、ストレスがあったって言って、 でもよ、上場企業じゃない。はい。なかなか辞めにくくないだって。そうですね。周りには散々言われましたね。うん、<laughs> そうそう。いや、で、そんな中、なんで沖縄に最初はやっぱりその地元の福島に帰ろうかなっていう選択肢もあったんですけど、うん、まあもちろんね、あの、ご存知のとおりというか、東日本大震災は、まあ福島の方が被害は甚大だったので、うんうん うん、まあやっぱ地元の友達とかに聞いても、まあ、そんなに正直定職というか、うん、あの仕事的にはあれだよっていう話だったのでうん、うん、あちょっとそれはさすがに厳しいかなっていうのでそれでまあ沖縄県はねずっと大学の最後の頃から毎年行ってたので大好きな町だったっていうところうん、うん、でそれでまあ沖縄にもう一層移住してしまおうと。<laughs> <laughs> そんな感じですね <laughs>。まあね、だってベトナム行ってるぐらいだから。まあまあそうですね。ハイとかインドとか行ってるから、はい、沖縄なんかね、楽勝だもんね、逆に言うとね。そうですね、そんなに、まあなんでしょう、あの自分で、まあ、飲食店ね、後ほどその開けるって話出てくると思うんですけど、お店をやってみたかったっていうところもあったので、まあどうせやるなら好きなところで好きなことをしようっていう。うーん、面白い。はい、でもだ、だめだったら帰ってくればいいじゃないかぐらいの。 感覚でしたね。なるほど。はい、さあね、2回目のターニングポイントって、この震災っていうことをこう経験されて、さあ、あの、安心のね、上場企業の、えー、会社を辞められて、沖縄に来るっていうことを後半戦からね、えー、どんな、それから何、波が待ってるのかっていうのをお聞きしたいなと思ってます。あ、そしてですね、えっ、ー、と、九番の分の最後に関しては、はい、あの、一歩ソング、あなたの一歩ソングをお聞きしてるんですけど、 一歩ソングってどんなソングでしょう歌でしょあのー、一歩ソングってあれですもんね。その一歩元ああ、元気が出るような。元気が出るような。そうですね。はい。わ、はい、ー、そうですね。僕の場合だと、そのワニマさんのやってみよううんですかね。やってみようってやつね。そうです、そうです。チャラララのやつね。はい。<ー>結構歌詞とかもよくて、はい。 もう失敗は思い出だよみたいなんだったりとかなるほど今日という日はあもう二度と来ないみたいなのもそうですけど、はい、はあそれねはいじゃあ、えっと、一歩ソングワニマさんのやってみようです皆さんお聴てください、はい、今どうぞなかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方 北京都へぜひご相談くださいメメ痛いけど超キックファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索 働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトがに当たるなら、それ アクティングコーポレートソングスポットライト by ローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは泣き陣眠り草本舗で検索さあ、えー、皆さんね 一般ソング、ワニマさんのやってみよう聞いていただきましたけども、さあ、後半に入ってまいります。えー、株写社、幸福の福本幸平さんでございます。さあ、えっ、ー、とですね、沖縄に来ました。すごいね。はい、沖縄に来ました。さあ <laughs> <laughs>、沖縄に来ました。で、沖縄に来て、ね、お仕事も、ね、いろいろこう、あのー、あると思いますけど、何やられたんですか、そもそも。さっき店をオープンしたって話ありましたけど。 そうですね、飲食店をやっぱりや,やりたいっていう思いがあったので、まあ、とはいえねいいあの、パチンコ屋さん、パチンコ屋さんというかパチンコメーカーだったので、さすが、うんはい、に畑が違いすぎると思ったので、やっぱり1年ぐらいは、まあ、場所も含めてですね、いろいろ勉強しようというところで、もうアルバイトですね。はい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 。まあでも、え、何年前だっけ、それ。9年前。9年前です。9年前。だから30前、28ぐらい。 28ですね。あ、それいいね。まだ結婚もしてないしね。そうですねあ。それはいいわ。それはバイトするさすがに俺51になってからバイトできよできいや, <laughs> いや,いや、うん。まあまあまあ、それで、えっ、ー、と、いろいろこうね、バイト掛け持ちされて、何件、いくつぐらい掛け持ちしてたんですか最大では4つ掛け持ちしましたね。4つはい。えー、どんな系ですか和食とか洋食とか。 和食と大体もう居酒屋だったんですけど、どちらかというとエリアをすごい見てみたくて、全然違う場所で働いてましたね。ああ、そ近場のお店とかではなく、そうですね。証券調査も兼ねて。なるほど。すごいな。証券調査兼ねて、まあ沖縄でな、えっと、どの辺を調査っていうか、どの辺でバイトしてたんですか まあ、いわゆるあの国際通りって言われてるとこらへんと、あとは松山っていう、このね、飲み屋街、繁華街っていうんですかね。ねはい。はい。あとで、つぼやっていう、ちょっと中心街からは少しだけ離れたエリア。そう。あけぼのっていう、もう、那覇の端っこですね。ああ、なるほど。はい。まあ、そのエリアで4つあ。で、されて、で、お店を作ったのは、その4つ。を作ったの お店を作ったのは、その4つの中だと、その、あれですね、中心街から少しだけ離れたエリアに。ああ、なるほど。はい、近いような場所で。で、そこの場所っていうことのターゲット先、ターゲット層というか、っていうこと、はい、まあもしくはもちろんお店をどんなお店にしたいのかっていうことから<ん>多分選ばれたんじゃないかなと思うんですけど、はい、どんなお店にしたくて、まあどんな場所にされたんですか お店はですね、その、まあ僕がもちろん、その、本州というかね、そっちの出身なので、うん、で、福島といえば、まあ、日本酒とか、そういったものがあったりして、で、当時ですね、やっぱ、あのー、正直、風評被害ってあったんですよ、まだまだ。あ、はいはいはい。江差のですね、震災はで,、ね、で。うちの、まあ、母も、その知り合いにもちろん、あの農家さんというかね、そういうのをやってる方もいたりとかして聞いてたんですけど、うん まあやっぱなんかね、地元のものを応援したいなっていうところもあったので、まあ日本酒だったり、まあ内地の料理というかね、そういったものとかを地元の方にリーズナブルに楽しんでもらいたいなっていうのが、まあやっぱ最初コンセプトとしてあったので。うーん、地元の人にね。なるほど。そうですね。あその地元の人にリーズナブルにこう提供したいっていうのは、なんかその東京の時からの経験から、 そんなお店にしたいなっていうこともあったんじゃないですかああ、そうですね。はい。東京にいたときに、その、よく通ってたお店の、そこで飲食店っていいなと思ったっていうのはあるので。どんな店なんですか、そこって。そ <laughs> うですね。まあ、職場が恵比寿だったので、はい、まあ、恵比寿のまあ会社のすぐ近くにあるんですけど、あの、1本入って、しかも、マンションなのかな、なんか事務所みたいなの知っ 地下なんですよ。な階段でてるので。はい。にある、まあ、バーというか、食事も出しているバーですね。うん、はい。そこの、そのそ、タモさんっていうオーナーさんがいて。うん、はい。うん、まあ、その、なんでしょう、ね、ちょっと言い方あれかもしれないですけど、結構やっぱ暇だったんですよ、当時。<laughs> お店がね。お,お店が。<laughs> はい。もう僕はそれがすごいね、あの、なんか、貸し切りじゃないですけど、居心地がとっても、 あの、よかったんですけど、まあ、タモさんからしたらね、死活問題だったかなと、今では思いますけど、はい。でも、そこで、やっぱ、その、いろいろこのお話とかして、まあね、仕事の悩みもそうですし、なんか、たわいもない話もそうですし、なんか、そういうのがゆっくりできる場所ってのが、あ、これ、飲食店ってこういうメリットが、魅力もあるんだなーっていうのを、まあ、気づかせてくれた場所だったっていうのがありますね。うん。まあ、特にそうよね。僕も今ね、沖縄にこうやって一人で来てますけど、 まあなんか行きつけの店って、大体なんか申し訳ないけど暇だったりするし、ちょっと話をする家みたいな感覚がすごい良かったっすいよねはい、はい。そうですね。まあそんなお店を作りたいということで、ね、えっ、ー、と、居酒屋オープンされたんですけど、何、はい、ていうお店をオープンされたんですか、えー、鶏から卵というお店ですね。うん、鶏から卵。はい。されて、はい、で、まあ最初からうまくいった感じなんですか 最初から、まあそうですね。ありがたいことお客様にはそれなりに来ていただいたっていうのはあったんですけど、どちらかというと、その人材不足の方で、結構大変な思いはしたっていうのはありますね。など,んなどんな大変なの、ね、人手がいないっていうことなのかなそうですね。まあ辞めちゃってっていうところですね。バイトの子たちが。何で辞めちゃったんですか まあ正直まあ僕もサラリーマン上がりなの部分が抜けていなかったっていうのもありますし、なんでしょうね。やっぱその、なんでそんなことにもき気が回らないのっていうようなものをストレートにぶつけてたんですよね。うん、もうわかる、わかる。はい。だからやっぱそこら辺とかで、まあなんならね、高校生の女の子泣かしちゃったこともありますし。<laughs> <laughs> はい。いやでも、あれじゃないですか。まあいやわかりますよ。経営者なんで逆に言うと必死じゃん、こっちは。 そうですね。お客さんがマイナスに思ってもらいたくないし、次も来てもらいたいし、で、なんかドリンク一杯飲んでもらうことによって売り上げもね、粗利も実際上がるし、はい、それによって君たちの給料が出てるんだよっていうふうなわけじゃないですか、ぶっちゃけ言うと。はい。はい、だからもう行ってきたらドリンク聞いてこいよっていうことも、ね。そうですね。わ、はい、かる。<laughs> わかる。<laughs> 俺飲食絶対やるんだったら一人でやろう。 <laughs> 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 まあなるほどまあでもそんなことが実際あって、でもやっぱあるタイミングで、僕が行かさせてもらったときにはすごい和気あいあいとしてていい店だったんですけど、はい、何かがきっかけで変わったんですかそうですね、まあやっぱそれで人がどっと減ったときに、まあ正直、3人になったのかな、最終的に、うん、もう週末を3人で回すということとかもやったりとか。えー、そうなんですよ、はい、調理も合わせてでしょ。 も,うもちろんもちろんです。地獄、地獄、はい。やっぱそういうの続いたときに、まあやっぱその自分の中で、まあそのちゃんと教えたのかっていうのもそうですし、やっぱね、それぞれ、ね、当たり前ですけど、高校生の子なんかは初めてのバイトというかね、いいそんなの知ってるわけもないので、間はい。やっぱその相手のまあ目線というか、相手がどういうふうに思ってるのかっていうのを考えずに、まあ要はまあ自分のこの価値観でブワーっと、 生き、ね、てしまっていたなーっていうところだったらそこはもう直しましたねなるほどまあそれを直ってやっぱ人も定着してきてはい、うん、でなんか僕行った時はそれこそ訳ありうとしてたんですけどはいまあでもお店をね閉められた閉めることになったと思うんですけど、はい、でもコロナ前までコロナが原因ですかやっぱ閉まったのってそうですねコロナですね、うん、コロナの前まではどうだったんですか順調だった コロナ前まではそうですね、ありがたいことに、そうですね、まあ順調に、はい、お店をやらせていただいたかなっていうのは、売上的にも。そうですし。なるほど。はいは。で、コロナになり、ね、いろいろこう、まずはお店開くなとかいろいろあったりしたと思うんですけど、はい。コロナになってどうなったんですかコロナになって、まあそうですね、とりあえずは、その、もう、 指名なさいとかねそういうのもありましたしただやっぱりその従業員の子たちのその、うん、まあ例えばバイトの子とかですらうちは100%保証してました。うん、いすごはい。やっぱ、すごいや、<laughs> そのぐらいなんかね、ずっとその残ってくれてる子とかもいたのですごい、まあ感謝ももちろんしてましたし、ここでね、じゃごめん、ちょっともう給料出せないからっていうのもやっぱね、変な話なので、うん、もうシフト通りの金額を まあその何時間働くかっていうのはね、もちろんあの、決まった数字にどうしてもなってはしまいますけど、ほ、うんでも全部出してっていうのを、やっぱそんなの、いろいろとやっぱ続けてた結果、だんだん、ね、まあ、こんなに長引くとも正直思ってなかったので、確かに。はいしかもまたこんなに人だからな <laughs> まあでも実際そうなり、長引いたこともあり、いつ閉、はい、められることになってしまったと思うんですけど、はい。ねあの、なんでし、まあコロナがあって、やっぱりもうちょっと無,無理かなと思って閉められたって感じですか。そうですね。まあ最後ら辺はもう、なんでしょう。やりたかった飲食店じゃなかったっていうのもありましたね。ハモさんみたいにね。はい、そ,うそうです、そうです。なっておさタモさん。いや、そうなんですよ。いや、なんでしょう。あの、 お客さんとこのコミュニケーション取ったりとか、まあそういうね、なんか今日こんなの入りましたよ、みたいな、そういうのがやっぱ楽しかったので。うーん、なるほど。もう最後の辺はもう銭感情しかしてなかったので、<ー> <laughs> 本当に正直。 それは売り上げがいくら上がって、なんぼ給料払えるのかとか、うんぬんとかっていう。いや、そうですね。今月、ちょっと、これぐらいの経費かかるよな、みたいな。えじゃあ、一日いくらやらなきゃいけない。今日この売り上げだよ、どうしよう、みたいな。なりますん、ね、なんかそういうね、その、お金、お金している感じが、うん、なんか全然やりたかった飲食店じゃないな、っていうのをうん、まあ、ふと思ったっていうのが、やめるきっかけでしたね。どんどん、ふになりますもんね。マイナスにね。 そうですね。うん、わかるわ。さあさあさあ、そんなことで閉まることにはなりましたけど、まあその後ね、あの、お仕事今、防災であったりとか、そのね、はい、地区で、電池備蓄のことであったりとかってされてらっしゃいますけど、はい、それから今のお仕事になったのはなんでなんですか普通だっったら飲食とか,なんか食品系の方に行ったりするかなと思ってて。<laughs> ああそうですね。まあ飲食もそれももちろん考えたんですよ。ちっちゃいお店、まあ僕一人だけでやろうかなとかっていうのも。うん、はい。だったんですけど、まあ本当はまあありがたいことにね、そのいろんなその異業種交流会というか、まあ、それでまあ経営者の方とかから、まあお店閉めますってあの SNS で、うん、え告知したときに、まあいろいろご心配の声もいただきましたし、まあ一緒にこういうのやらないっていうお声がけいただいたりとか。 ましたっていうのもあった中で、うん、で僕自身、その予防医学をまあ学んでいたので、まあ、それで、その衛生用品っていうかね、そこら辺にもともと興味があったっていうところで、まあ健康食品やったり、その衛生用品やったりとかっていうのがきっかけですかね。うん,、はい、うんなるほど。もちろんですか、東日本大震災のことっていうのも、やっぱり、 残ってそうですね。やっぱりその僕の、まあちょっとね、そのまあ本当に被災された方に比べたら大したことないのかもしれないですけど、うんうん、やっぱ怖い思いしたものもそうでしたし、うんうん、まあ実際実家の福島の家はもうぐっちゃぐちゃだったので、うん、はい。やっぱそういうのとかを、まあね、伝えるっていう意味でも、その備えるっていうところ。うんうん、はい。それがまあたまたま扱っていた衛生用品がそういう防災の役にも立つものだったので、それで、 はい、防災にもちゃんと、あのー、シフトしていこうということで、まあ、新たに蓄電池は使い始めたりとかっていう感じですね。はい、さあ、その蓄電池は使い始めて、今後なんですけどね、今後、へ、うん、平ちゃんがこうしていきたいこと、うんい、どんなことなんでしょう。まあ会社としてはまあ、ね、やっぱりその全く違う畑に行ったので、正直、まだまだゼイチかなっていうところで、土台をまずしっかり作っていくっていうところが一つですね。 うん、まあただ、僕個人としてはまあいわゆるそのコロナ前みたいにね従業員雇って会社をどん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 展開して売り上げーンと上げてっていうよりはどちらかというとまあ沖縄にね一応9年させていただいてるのでそれであの地元に貢献っていうところでその子どもの貧困問題がねずっと沖縄県問題になっていて、うん。はい まあ飲食店やってる頃から何かしらそういったことにも関わってたので、まあなんかね、その、まあ失敗もですし、起業もですし、あんまり学校では学べないようなことを経験してるので、そういったのを伝えていけるような、まあ、コミュニティというか、なんかね、その子どもたちに伝えられる場を作っていきたいなっていうふうには今思ってますね。なるほど。まあその子どもたちとかね、若者で、なかなか、まあこれ一方、 ラジオなんで、一歩前に踏み出すことがちょっと苦手だったりとか、踏み出したけどうんなんだったりっていうふうなことっていっぱいいると思うんですけど、その子たちに何か浩平ちゃんがアドバイスできることがあるんだったらどんなことでしょうそうですね。まあ僕自身はもう、あの、携帯は、 まあ停滞することっていうんですかね、そのは完全に衰退することだと思っているので、うん、まあそのままね、踏みとどまるっていうのはも,もちろん大事な場合もあるんですけど、やっぱ何かしらその前に進むってことは、何においても大事なのかなと思っていて、うん、で、まあ、散々いろいろ失敗してきましたけど、まあ、なんとか生きてるので、<laughs> まあ、<laughs> まああの本当、ワニマさんのね、あのやってみようの歌詞にもありますけど、まあ、割と失敗ってね、あの、 数年後、5年後、10年後って、ああ、あんなこともあったなで終わるので、そ<う>あの一歩、それこそね、踏み出していただくというか、や,やってみるっていうところは、ね、ぜひチャレンジしていただいたらいいんじゃないかなと、はい、僕は思います。なるほど。いや、素晴らしい。本当。あのいろんな方にこうやってお話をお聞きするけど、でもやっぱりね、やっぱりみんな、やっぱこんなんあるもんね、そうですね、はいうん。それはもちろん今、60歳の方にもね、インタビューさせていただいて、 いやいや、40代の時はめっちゃきつかったよってやっぱ言われるし、はいね、今から逆にね、いろんなコロナでプラスになる人もいればマイナスになる人もいろいろ、ねはい、ありますけど、またそこが経験になってね、いろんなことが一切わかるんじゃないかなと思いますので、じゃうへ、んね、平ちゃんもね、これからもあのぜひ僕もあの関わらさせていただいて、飲みに行く行く詐欺はこれからもしますけど。<laughs> はい。そうですね。ぜひ今年はね、あの、一度と言わず二度、三度行けたらとは思うんですけど、はい、なかなかお忙しい、はい。 ようで。ぜひ、ね、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。これちゃん、今日はありがとうございました。ね、はい、えっと、またね、あの、あれですよ、これ、笑っていても方式なんで、また別の方にご紹介いただくというふうなことで、これはまた後日ね、させていただければと思いますので、はい。ということで、今日は、えー、っと、株式会社幸福の福本幸平さんを、ニゲストとしてお招きしました。ありがとうございました。ということで、皆さん、ありがとうございました。また来週お待ちしてます。 コエちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ーいバイバーイ。